よし、ではやっていきましょうか。どうも、ライスゲームズのライスです。最初から噛みました。まずは技構成を見てもらってからのスタートですね。火炎放射葉っぱカッター、穴掘る自己再生、そして茂戦の前にいます。勝ったな。まず、ピジョットは、火炎放射でいけるんじゃないかなと思うんですけどね。火炎放射した後の、あとは穴掘るとかで、なんとかなると思う。とりあえず火炎放射でピジョットぶち殺さんと。あいつ飛んでるんだよ。まじ10万ボルトとかサイコケンスとかマジ覚えてないな。波乗りとかも覚えないんだよな。一回バブル光線覚えたけど、まあまあ、うんって感じだったな。結構食らうんだよな。火炎放射が、うわ、すっげえ食らう。急所か。あー、電光石からしてくるか。うん、半目回食らって、うん、これワンチャン死なない可能性があるよね。じゃあ、自己再生、電光石化するんじゃないかな。砂かきしてくるか。まあ、自己再生して、からの、まあ、火炎放射かな、とりあえず。よし。え、なに？こっちの方が早かったっけ？まあ、いっか。まあ、えっか。レベル39になってからのガーディね。ガーディは、穴を掘る。当たらん可能性あるけど、まあ、いっか。砂かき一回やられてるからね。はい。まあ、あいつ吠えるしかしないんで、まあ、とりあえず穴掘るでぶち殺していく。死んだか、そのまんま突進で。たまたまね、殺しておきたいんだけど、とりあえず自己再生するか。とりあえず自己再生してからの解放者で地域で死ぬんじゃないかなと思うんですけど、しびれ粉をするけど効かなかった。よかった。はい、解放者。これ死ぬんじゃない地域で。さすがにね。レベル差と火炎放射ね。ずっと火の粉だったからな。で、風鈴が来ると。風鈴は、穴を掘るがいいかな。地面は物理だよね。うわー、やっぱり早い。さすがの速さ。え？お前。もうストライク捕まえたけど、ストライクでぶち殺してやるか、お前。ストライク、俺ら見てかっこいい見た目。居合切れのためのストライク。死ね、お前。結構食らう。結構食らう。もう後ろから見たらカマキリ。はい、もう一回。さて。とりあえず火炎放射で、とりあえずピジョットぶち殺していって。の砂かけが鬱陶しいな。砂かけ鬱陶しいから、もうなんとか、砂かけ最初から打ってくるし。砂かけ最初から打ってくるやん。最初のあれが良かったんだけどな。まあ、自己再生して、最初ちょっと倍速でガンガンやっていき、火炎放射でガンガンやっていき。よし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 。うわ、砂かけすげえ食らったわ。あ、これ負け、あ、これ負けだ。これ負けだ。これね、負けです。これ負け。これも完全に負け。これはもう無理よ。もう、この、めちゃくちゃ撃たれたもん。あ、しかも、これは負けたかな。ポケモンの笛で。いや、これで砂かけ3回食らってるからな。もう無理よ。もう無理、もう無理。もう無理。これで勝ったら天才よ。もう麻痺も食らっちゃったよ。全部当たらんかも。あ、無理だ。砂かけちょっと2回、3回当たったらもう無理だわ。多分、カメックスのとこでやられちゃうから、とりあえず火炎放射で2回でなんとか倒せたらすごくいいんだけど、よし最高。こっから等倍速で、これ最高よ。これ勝ったよ。これいいよ。めちゃくちゃいいよ。でガーディが来る、まあ穴を掘る。もう確実に 100% 当たるんで最高で、たまたま来るだろ。たまたま火炎放射で、一撃で死なないんだよな。意外とやっぱ特殊が高いから、意外とっていうか普通に高いから。まあ、火炎放射で一撃食らわしいの、一回自己再生してもいっちゃいいんだけどね。あー、リフレクター上がってくるか。まあ、こっち穴を掘るぐらいしかない。まあ、一回自己再生して、全回復した状態で、もう一回リフレクターする可能性あるし、うん。宿り着する可能性もあったけ、まあ、自己再生が安定と。急所最初から立っとけ。リフーディンが来るけど、リフレクターしてる、サーキ光線、急所一撃、連力、混乱したらやばい。半分。88の半分は44だよな。
43か、死んだな。死んだな。リフレクターだろ？絶対耐える。うわぁ、自己再生しろ。缶縛り。穴掘る以外、よし。缶縛り一旦で解けちゃったな。うわ、自己再生しちゃったよ。今するんじゃないよ。まあ、自己再生されたらちょっときついな。うわ、くそ、リフレクターがなきゃ一発なんだけどな。これ葉っぱがあったりするか。火炎放射だったら 1.5 倍なんだけど、葉っぱカッターをすれば急所当たる確率が高いから葉っぱカッターにしよう。葉っぱカッター、あ、ずれる。いや、でも葉っぱカッターだ。葉っぱカッターの方が食らう可能性が高いですね。てか一回自己再生した方が良かったな。全然食らわないし。あー、ね、苦い負け。いや、ギリギリ耐える可能性は全然ない。はい。急所も絶対死んだ。強えな、このシゲル戦。うわ、このシゲル戦強えな、これ技。サイコケースとかにせんと無理やな。ちょっと、ちょっと火炎放射で、なんとか。あ、やけどいいね。あ、でも、もう、まあ、砂かき一発やったら全然ありか。全然ありだな。じゃあ、穴掘るして、リフレクター撃ってほしいんだよな。こいつのリフレクターをどうにかして、うわ、一発で死んでくれたらな。やってる気。よし。ワンチャンある。解放者。よし。で、相手が佐伯高専の急所戦で、こっちの穴掘りが一発で決まれば、ワンチャンある。自己再生、いいね。ん？アイドリギか。ま、急所に当たらんやったら、で、ここで急所に当たってもいいよ。で、次、サイケ光線したらやばいけど、金縛り、よし、オッケー。ん？自己再生？金縛り？サイケ光線念力か。外れる、と思ったけど、危ない、びっくりした。穴掘るが外れたことは、いえいえ。やっとここまで来た。で、カメックスね。ここで葉っぱ買ったよ。当たる可能性が、よっしゃい。こっちのが早い。半分。うわー、効果抜群で急所でこれか。さすがにそうか。うわー、これ、あ、困る、からに困る、からにこもっちゃった。はい、水鉄砲でバブル鉱山覚えとか、からにこれ、イエーナメプー、はい、葉っぱかった。相手ナメプしてくれてる、嬉しい。今の AI とかって絶対負けるんだけど、よし、あと一発。もう、ここでバブル光線とかすんなよ。あわー、かわいいけど、ワンチャン死ぬ。よし、葉っぱ当たれ。あ、終わったー。終わったー。か、殻にこもって。はい、せっかくここまで来たのに。くっそ、こいつ。もう、ここでセーブしよう。いや、勝てるはずなんだよな。もうちょいで勝てそうな気がするんだけどな。何回やってんねん。とりあえず、この砂掛けマジでゴミ。砂掛けやめてほしいな。なんか砂掛け当たるとあれなんかな、スピード上がるんかな。砂掛け当たった後、なんか、速度上がってんだよな。まあ、とりあえず、ここまでは、もう負ける可能性あるから。あー、痺れか。あー、まあ、なほっ自己再生しびれといた方がいいかな。あー、しびれといた方がいいな。しびれといて、あ、うーん、巻き直して、あ、念力する、ギリギリ残る、混乱する、はい、終わりと。やべ、ここ勝てんかもしれん、やばい。ここな、何を覚えさせたらいいんだ。ここピジョット、一撃で殺せる何か、なんか10万ボルトとか覚えさせた方がいいんや。よっしゃ、砂掛け当たらないとね。じゃあ穴掘って。いや、勝てると思うんだよな、この感じだと。で、火炎放射撃って。で、耐えるなら一回、自己再生して、リフレクター撃ってきたな。穴掘るか。穴掘って、時間稼ぎして、で、穴掘って。うわ、念力。うわ、結構食らうな。これ念力されたら死ぬな。まあ、自己再生するか。で、穴掘って、閉じ込められて、
解放者。耐えろ。よし。自己再生。はい、負け。勝てないかもしんない。このしげるに勝てないかもしんない。何を覚えさせたら勝てるんだ？自由に覚えさせる わけではないんだからな。うわぁ、葉っぱがあったじゃなくて10万ボルトやったらな。うわぁ、うわぁ、うわぁ、うわぁ。次はガーディか。もう自己再生するか。もう自己再生突進しようが、もう自己再生よ。ああ、まあまあ。ずーっと自己再生だな。で、穴掘って。もうこの、横当たる。解放者。よし、オッケー。お、急所。あー、でも砂かけ2回食らってんだよな。うわ、最悪。自己再生やし。自己再。溶けろ。うわ、不純。自己再。よし。封じ込められてるな。削られる。念力。よし。まだ？じゃあ自己再生よ。相手も自己再生、自己再生。え？いつまで？あ、溶けた。穴掘る。うわぁ、くっそ、ここで。自己再生。よし。これ自己再生連打。よし。来た。解放者。うわぁ。じゃあ自己再生だな。あ、おい、相手がした。まあ、自己再生勝負よ。何気ない言うよ。自己再生するから。あー、監視針。あー、死ぬ。よし、まだ。何気。よし。監視針、監視針、監視針。監視針か自己再生。よし。7ホール。よし。いった。これはいったな。まず、穴掘る。てか、リフレクターって一生か。5ターンとかじゃないんだ。一生か。じゃあ、リフレクターされた時点でもうやべえじゃん。バカった機関士。そうか、たまたまのリフレクターがダメなんだ。あー、まあ、これもう、勝てるわけないもんな。たまたまのリフレクターさせん感じかな。それなら勝てるわ。たまたまのリフレクターをどうにかしよう。どうにかして、リフレクターさせない感じで。次たまたまか。じゃあ自己再生して。砂かけ食らってんだよな。なんかないかな。なんもねえわ。なんもねえわ。あー、よし、ここね。ここ重要。ここでたまたまにリフレクターさせない方向で。死ね、死ね、死ね。急所食らった一撃。あ、急所来たー。で、これ相手が自己再生か金縛り打ってくれて、俺が穴を掘るで一発で当てたら、最低光線か。最低光線された時点で負けなんだよな。多分フーディンは JK 倒せるんだけど、次のカメックスが、はい、外れた、自己再生と。ほぶねー。じゃあ自己再生をずっとやって、封じ込められている、じゃあ解放者一発打って、うん、お前。これ無理だ。よーし、これで勝てるかなというか、全然出ないんだな、技が。技全然出ないんだわ。まずは、まずは、影分身かな。まず影分身で、なんとか、影分身とか、ね、相手を眠らせる、なんかな、ね、眠り粉とか使いたくなかったんだけど、もうこれも出ない。10万ボルト出ないわ。10万ボルト狙いで来たけど全然やったな。で、自己再生して。よし、自己再生して、吹き飛ばしする。まあ、影分身をとりあえずやっていきの、3回、4回、5回、6回。はい、勝った。もうこれで勝ちです。影分身やったら誰でも勝てるんじゃね？誰にでも勝てる。誰にでも勝てる説。全員影分身を追いさして、行ったらもうラッキーでも、カビゴンでも誰でも倒せる。余裕だ。影分身ちょっとずるいか？影分身はちょっとずるいから、覚えさせんどこうと思ったけど、影分身はいけ、ちょっとやばいか？
はい、ドーン。影分身ありなら何でもありか、ぶっちゃけ言ったら。で、火炎放射でぶち殺しの、で、次たまたまね。で、次のたまたまが、まあ、厄介だったんだけど、まあ、リフレクターされても、まあ、大丈夫か。宿り木ね、ああ、まあ、宿り木の方でも全然かな。まあ、全然やな。まあ、全然やな。全然やな。で、からの風鈴ね。で、風鈴は何ホールかな。再光線する。当たる。当たるね。これ、救助やったら死ぬな。なんか持ってるのか俺。なんか救助やったら死ぬなーっつって。救助大体当たるんだけど。おかしいなー。あ、こっからになっちゃった。ここでレベル上げたのバレてるじゃん。レベルっていうか、裏技使ったのバレてるやん。山伏に行って、もうこれもう道全部覚えてるからね。まず4回ね。1、2、3、4。はい。あ、違う。5回。ん ?5 回?はい、4回でいいわ。こうして、こうして、こうして、こうね。こうして、こうして、こう、こう、こう。はい。はい、こんにちは。はい、こんにちは。もうセーブしよう。もうここで、3にセーブしよう。もう絶対倒す。もう絶対倒す。まず影分身ね。影分身、うわ、終わった。もうこれもう砂掛けやられたら終わりや。砂掛けやられたら終わり。もう来てしまった。砂掛けやられたら終わり。1,2,3,4,5,6 よし。で、火炎放射撃って、火炎放射撃って、で、次のやつで回復しよう。次のやつで、自己再生で回復して、吠える、あ、間違えた。まあいいやろ。で、穴掘って終わりと。で、次のたまたまは火炎放射で撃って、で、こっからなんだよな。で、サイク光線でさっき急所当たって死んだから、当たること自体おかしいんだけど、まあ穴掘って、金縛り効かない穴を掘るで、まあリフレクター打ってないからだいぶ食らうと思うんだけど、うえぇー。まあ火炎放射打って傷薬使う。火炎放射死ぬんじゃないか?はい、死なないと。まあ火炎放射を、テイクで、次は穴を掘るでなんとか頑張りたいところだけども、とりあえず避けたら勝てると思うんだよな。水鉄砲しかないやろ。いや、でも今回こいつ、ちょっと、うわ、ボグラが出てきたか。そんな食らわん?全然食らわんじゃん。え?これ触った?これ触ってないよね。これが普通なんか。やば。じゃあもう穴を掘るで、倍速で倒すしかねえわ。まあ、穴掘るだったら倒せるでしょう。さすがにね。相手防御力高いなぁ。なんだこれ。あ、穴掘るなくなるかも。と思ったら。急所当たった。勝ったなぁ。死ねぇ。影分身ずるいなぁ。何回もやるんやったら影分身ずるいなぁ。まあ、いっか。影分身出たし。あ、うっとし。影分身あったら何回でやったら勝てるな。影分身強いな。影分身なしだな。ちょっと影分身はずるいんで消します。ただ今は使う。今は今だけ使う。あ、何やこいつ。こんなやつおったっけ。全然覚えてねえわ。影分身ずるいけど今は使う。絶対使う。こいつのところまでちょっと影分身使うか。影分身使ったら本当に余裕だったな。影分身はずるいな。何回もやるんだったら影分身とか眠り系はダメだな。絶対勝っちゃうわ。レベル上げて物で殴るのと一緒だわ。ええじゃあもう怒ったわ。そんなことならもう怒ったわ。普通に死んじゃったし。普通に死んじゃったし。セーブしてないし。セーブしてないし。もう。
あ、ちょっとなんかおるぞ。ちょっとバグがなんかバグりすぎた、なんかおるぞ。おい、なんかおるやん。なんかおるやん。え、こいつ。もう二度食いんか？なんかおるやん。どうぞ、おい。お前カニになってるやん、どうぞ。お前カニになってるやん。あ、ストライクはストライクなんだ。いや。バグったな、おい。すごいバグりがしたな。ちょっと、空飛べる、お前。あ、なんかいける。お次さん見よう。あ、二度いいな。こういうバグはね、こういうのがあるからいいんだよ。よくわからないバグにたまになるから。鬼ドリーナいっぱいいるね。あ、止まった。あはは、もっといろいろやりたかったのに止まっちゃった。さあ、人影はレベル207になった。攻撃力510、防御力462、素早さ443、特殊317。ちょっとこれで、5ぐらいに整備しとこうか。おや、5や5の様子がピッピか。鬼スズメ？おお、鬼スズメになったか。 おめでとう。お？怖っ。あ、これ完全にバグったかな。完全なバグだね。お、ピッピが現れた？ピッピはピッピに進化した？今ちょっと倍速にしてるんですけど。あ、これ終わったパターンかな。これ B を押すとどうなるんだろう。あ、サイフォンが出てきた。ピッピ？あ？ベトベタ？ベトベタ？あ？あ？お、なった。あ、やばそう。あ、止まったか。あ、完全に止まったか。じゃあ5をもう一回ロードして。うわ、これで戦いたいのにな。これちょっと長いから、これちょっと B 連打して。ずれてる。何やちかつつきた。あ、ようこそバグの世界へ。動けなくなりました。う、図鑑。あ、図鑑見れるね。ちょ、不思議な耳よ。あ、ここはまだ。まだ大丈夫。うん。怖っ。これポケモン開いたらバグるだろうな。ここは大丈夫。これ閉じたら？あ、いけないか。これポケモン出したらバグるよな、完全に。はい、終わりと。いや、まだできるぞ。まだ遊べるドン。これ怖いな。裁縫のところをちょっと進化させたらどうなるかな。多分バグの仕様が変わると思うんだよ。ベトベタ。これちょっと丸 A を挟んで、これベトベタに進化させて、裁縫来る。怖っ。バグ、これがあるとも楽しいんだよな。いつだね。ああ、いいよいいよ。そうそう、サイフォン来るかな。お、トゥルトゥン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 。これ、ポケモン出したら終了だろ。でも俺は上に行きたい。いや、下に行くか。毒ってる。敵が出てくる。
お前ら逆やぞ。あ、人影。ウィン、ウィン。お、波乗り覚えとろ。いいやん。って波乗り。人影は昼寝を始めた。あ、眠るね。あ、これ一緒くらうパターン。お、あ、眠ったな。ここのバグは遊べるぞ。ちょっとこれ倍速にして。あ、これずっと寝るパターンかな。あ、目覚ました。上は眠るだから、じゃあ下のこっちの波乗りで。人影は言うことを聞かない。わけもわからず自分に合意した。あ、やべ。やべ。あ、いいね。じゃあヘドロ攻撃で。な、人影は命令を無視して波乗り攻撃。あ、そっか、バッチが足りんけか。とんでもないグラフィックになって。あ、出た、また。音が怖いもん。これピッピになる感じかな。こっからちょっと長いんだよな。もう一回ピッピ現れるんじゃないかな。音が違う。ちょっと倍速にして。あ、終わったか。あ、最後来た。これ最後に刺して。なんかこれだけ普通なんだよな。またピッピーか。ちょっと倍速にして、B 連打して、鬼スズメ来た。鬼ドリルにしよう。怖い。次はなんかミュウがミュウツーとかになるかな。うわ、来たか。これね、これ、開いたら死んじゃうんで、とりあえずゆっくり、ゆっくり行って、わあ、敵出てきちゃったな。お、普通だ。怖っ。ウェン、逃げるか。よしよし、逃げたら、大木戸博士。どうした。出かけてきた。出かけた。大木戸博士どうした。お前、危ないところだった。草むらでは野生のポケモンを取り出す。こちらもポケモンを持っていれば戦えるんだが。そうじゃ、よかった。ちょ、お母さん。お母さんに回復してもらおう。大丈夫か？あ、あ、あ、お母さん、そうね。男の子はいつか旅に出るもの。これは普通の話だよな。うわ、これ、開いたら、二つあるね。あ、いけない。いけないね。うわ、バグってるね。うわ、これ、あ、出れなくなった。じゃ、開こう。あー、ここ開いたら終わりなんだな。やべえ、これ超楽しい。今回はバグ遊びだな。で、ここで、ここ長いんだよな。ここ長いからずっと B をして、まだ何かできるぞ。サイホーンは別にどうでもいいとして、これベトベターになって、よし、こっからね。いや、これ倍速でさ、上に行ったらさ、あ、これセーブしよう、ここで。6にセーブして、倍速で行け、行かない。あー、飛んじゃった。これ敵を出さずに、うわーうわーうわー、まあヘドロ攻撃して倒して、ピッピがな、これ全部 B 押すか。よし。いや、ポケモン開いたら完全に終わるな。大木戸博士がそこにおるから。ここに大木戸博士はおるやん。
助手にフラスを持たせてもらってくれ。それはどうでもいいんだよ。こっち行けないからな。向こう側行けないから。うおーうおーうほーうほーうほーめん。これ、捕まえる？あ、捕まえるもん、もう持ってないわ。あ、昼寝始めちゃったな。あ、でも昼寝で別に逃げたら。よし、じゃあ普通にここであれだな裏技しよう。ここで裏技するとさすがになんか送るんじゃない。これ元に戻るかもしかしたら。ね、メガトンパンチ。ああ、言うこと聞かんパターンね。これちょっと長くなるかな。ああ、昼の始めだね。ああ、これ言うこと聞かんと結構厳しいんだな。メガトンパンチ打ってくれ。おいしょ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 、こっからね。トレーナーと戦いて。今日倍速にするか。これ B でいいな、全部。あ、サイドにしとく？一応サイドにしとく？別に意味ないけど。なんでサイドが出てくるんかな。よし、来た。元に戻ってないと思うから、チキンの玉を。か、お、最高ウェーブになってる。もう関係なくメガトンパンチ。これはもう治らないな。よーし、セーブ。いや、ここにちょっと影分身を消すためになんかいろいろやってたらなんかバグがすんごい出て、楽しかったけど疲れたな。全然いいやつ出られたな。で、ようやく出たのがなんとなんとのオーロラビーム。強い。これでカイリュウも倒せるな。あ、攻撃力も下げるんだ。いいね。オーロラビームって威力何本あるか知らんけど、これいけるぞ。しかも最後進化させるからね、人影からリザード、リザードンに、で最終的にシゲルに勝つ。でも今回はサガキ倒したらこれで終了かな。ちょっときっついわバグがひどくて、バグでちょっと遊びすぎたな。うん、ちょっと遊びすぎた。いや、かなり遊んだな。かなり遊んでちょっと時間かかったわ。いや、てか、なんかオーラビームこいつ全然効かない。なんで切り裂く忘れさせたのがすんごい痛くなるかな、今後。切り裂く強いもんね。もう最悪レベルで覚えてくれたらいいんだけどね、ガラガラね。まあ、オーロラビームで終わりよ。さすがの、影分身はずるかったな。これ骨コンボ食らったら死ぬな。よし、大丈夫。オーロラビームがある。僕にはオーロラビームがある。やば。ワンチャン死ぬ。あ、でも穴を掘ると、穴掘られるよね。穴を掘ると空飛ぶがあるから死ぬことはない。ここに持ってきちゃったよ。まあいいか。一回回復させて、で、もう一回榊のとこに行って、やっぱこれね、ショップ縛ってるから、あれだな、このポケセンに戻るのが超めんどくさいというね。もうここのさ、ここの、完全に覚えたな。1,2,3,4 の、こう来て、草むらに一回当たって、こう行って、こう言って、こう言って、こう言って、ぐるーん。ぐるーん。はい。早くなったな。あら、カルキがない？あ、なんで？あ、預けた？え、預けたっけ？預けたんだ。
よーし、戻ってきた。カード聞いてロックを外した。いつ預けたんだろう。おう、サトシか。また会ったな。俺は今、頑張ってるよ。雑、頑張ってるよ、じゃねえ。よーし、こいつは何やってる？もうオーラビームがあるからだいぶいける。こいつはドッグ単体かな。まあ穴掘りでいくか。穴掘りで効果抜群。まずはリノ2の2の僕をぼっこしって、え？あ、これやっちゃってる？これ、15やっちゃってるね。なんかね、たまになるんだよな、これ。この現象。じゃあもうオーロラビームで。穴掘り意味ねえから。うわ、レベル上がらんかな。これレベル上がらんと元に戻んねえから。あー、乱れ好き？あー、いいよ。じゃあ自己再生するから。自己再生マジでいい。自己再生の、影分身マジでずるかったな。じゃあ自己再生して。俺余裕よ。よし、これで元に戻れ。あ、やばい。ガルーラ。負ける、負ける。あ、解放者でいいか。オーラビームじゃない。オーラビームって、解放者つんよ。あ、やけどった、やったぜ、バカが。尻尾振る、かわいいね。嫌な音とかの方がいいんだけど。真ん中のあの赤ちゃん超かわいいんだけど。レベル上がってほしいな。レベル上がって。よし。よし。これで、これ以上元に戻ったから、オーロラビームと。えい。オーロラビーム4倍？ 3 倍？いやいや、3倍だよ。2倍？はい、関係ない。F 等カード関係ない。全く関係ないね。で、二度クイーン。これ穴掘りで。さっきは穴掘りで全然食らわなかったけど、今回は穴掘りで効果抜群で、ドーン。まあ、普通やな。普通やな。めっちゃ食らうわけでもない。毒針とか、マジで、かわいい。で、穴掘っていく。はい、終わり。レベル41対レベル41。俺の人影のが強いと。ハグ負けた時の声、ハグって言うんやな。俺もそうやって言おうかな。ハグ、よーし。で、これで、今回は終わりにしようかな。マスターボール終わっ、やって。次回は、誰だっけ？夏目か。次回は夏目行って、カツラ行って、最後さっき倒したやつ行って、しげる行ってまでやりたいね。変なバグがなければ、そのまんま行きたいね。ということでセーブして。今回はここまでかな。じゃ、バグがちょっと楽しすぎたな、ね。